津波で大きな被害を受けた南三陸町宇多津地区の避難所を訪ねたことがきっかけです。まだ道路もほとんどできていない状態で、まだ電気が通ってない時にコンサートに行きまして、ただもう皆さん毛布をかぶってもううずくまってらして、で本当に私は行ったことを初めは後悔したんですね。ここに来ても音楽が必要ではない、多分食べ物とかもっと他のものが必要な時に私は来てしまったのかなってすごい後悔したんですけども、まあ、聞いてるうちにだんだんこうその毛布を剥いで、それで顔を上げてくださったんですね。だからあちこちでこうすすりな声が聞こえて、やがて館内には泣きながら歌う人たちの声が響き渡りました。演奏会が終わった時、小学生の女の子たちが庄司さんのところにやってきます。そしたら子供さんが走ってきてピアノ弾きたいって言って、弾きなさいって言ったら、ボロボロの楽譜を一冊だけ持ってきてね、でピアノを流されちゃったって、で帰る時に私もピアノいつか弾きたいなって言ったのが、なんか先だ帰ってきてもすごく気になっていて、庄司さんは震災の3ヶ月後、音楽家仲間と共に被災地へピアノを届ける会を立ち上げます。被災した人たちの希望を受けて、全国から寄贈された中古ピアノや寄付金で購入したピアノを送り届ける活動を始めました。何年も使い続けることができるように、寄贈してもらうピアノはメーカーや製造された都市に基準を設け、修理や調律を行ってから配送します。地震や津波でピアノを失った学校や家庭、また被災した人たちが集う施設などが支援の対象です。石巻市にあるこの保育園は震災後内陸へ移転しましたが、ピアノを購入する余裕がなく希望を寄せていました。くなにね、ピアノね震災から4年、庄司さんたちが届けたピアノの数は400台以上に上りました。まあ、音楽はそれほど何かね、お薬を飲むように良くなるものとは思えないけれども、まあこの子たちが大きくなった時に何かふっと音楽を聴いたら和んだとか、そういう感じが分かる子供になってほしいなと思いますよ。こともあります。 Whatever、はい、でもこれはできなくても構いません。 Whatever でも全然問題ありません。わかりました。 Whatever happens、はい、Whatever happens、 Whatever の方が、 Whatever のが楽ですか。じゃあ練習しましょうか、はい。Ever, ever, tever, tever, whatever, whatever. あ、言えてる。そうすごい。はい、whatever, whatever happens, whatever happens,、はい、whatever happens, we must continue space exploration.、はい、では星判定をしてみましょう。はい、宇宙にも届く綺麗な発音をお願いします。ね、三つの星を輝かせます。どうぞ。Whatever happens, we must continue space exploration. はい、今の吉武さんの発音は星一つです。あ、でも3つ出したかったな。悪くなかったと思いますけど、先生でも私できなかったことは自分で分かりました。分かりましたか。 V が言えてなかった気がします。分で気がつくというのは進歩の一段階です。素晴らしいと思います。子どもの具合が悪い時に使うさまざまな薬、嫌がって飲んでくれない、うまく使えないなんてことありませんか。薬を上手に与えるコツを小児看護の専門家から学びましょう。教えてくださるのは神奈川県立子ども医療センターの萩原綾子さんです。今日は
飲ませても良いでしょう。コップを使える子供ならそのまま器から飲ませます。次は粉薬。まずは水に溶く方法から。実は粉薬は水に溶けません。最近だとデパ地下でも買ってる方いますよね。そうなんですね、シンプルなサラダなんですけど。